ありがとうございまーす。で、ソースは、こちらのね、エバラさんの焼肉のタレ。朝パッと起きたらね、ベッドの横にプレートがあるのよ。何食べたんだろうと思ったらさ、チーズ。まだ6時手前ぐらいかな。5時40分とかだったの。携帯を見たら、ふわっちの画面が開いてて、うん。うん。このタレ美味しいわ、やっぱエバラさん。エバラさんが一番美味しいね。あすあす。ジョボンジョボンつけて、私の焼肉はこうね、浸すみたいな。ご飯は今日食べない。あら。あ、そうだね。北海道、ももくんと一緒にね。私より食べる人初めて見たよ。細いのにね、私より食べるよ。ブームとかいっぱいとかしても、ほうほうほう。確かにお腹いっぱいっつってね、食べれない男は。で、私は全のせ、全部具材が乗ってて、まあ量もちょっとね、大盛りぐらいのやつを頼んだのよ。ほほ。女の子用のラーメンなんだけどね、子供とかさ。油引かなくていいっしょ、このホットプレートは。いるの？コンクリートだしね。まあ、拭けばいいかなって感じだよね。コンクリだから。うん。笑えばない。うちのお母さんと話し合って、ね、引っ越しもうすぐするんだから、それまで待ってあげてっていう話し合いをしたの。うん。ママも大変よ、ほんと。うちのお母さん、まあ、応援はしてくれてるけどさ、こういうのね。それ、と思って。で、パッとね、横見たら、コップが倒れてたの。で、私ほら、二日間ぐらいさ、お家分けてて、大森子さんは昔からね、こうね、ババアみたいな口調なの。もう、北海道とか海外の人とかね。うん。いろんなとこが来る。もうなんかお腹いっぱいになっちゃった。もういいかな、これ。朝ごはん終わり。